ネットフリックスとサイバーエージェントのアベマ TV が連携するというニュースについて解説したいと思います。サイバーエージェントとテレビ朝日他がですね、出資するアベマ TV、ネット TV としてですね、昨年のカタールのワールドカップの独占中継なんかでですね、非常に知名度も向上しまして、そしてテレビにですね、ボタンがついたりとかしたことによって、視聴者数結構爆伸びで伸びているというふうなお話だったんですけれども、とはいえ国内専門のサービスということで、国内のマーケットだけのサービスだったわけですね。最近パラビというですね、TBS とテレビ東京、そして日経新聞社が共同出資しているネット TV、そしてそこがですね、有線ネクストというですね、結構網羅性に長じたネット配信サービス、ここと合併をして、国内でも有数のナンバーワンのですね、サービスになったというふうにお話しされておりますけれども、こちらとどのように戦っていくのかと。国内でのネット配信というと、外資系のネットフリックス、そして日本テレビと合弁会社作っていた Hulu、そしてですね、ディズニーだったりとか、アマゾンプライム、そういったところがあるわけですね。テレビ局系の配信だとフジテレビオンデマンド、そして NHK オンデマンド、そしてアベマ TV なんかがですね、結構群雄割拠という形で、戦国時代やってるわけですけれども、ね、プラットフォーマーとしてのアベマ TV は主にですね、高校生とか割と若年層向けの恋愛バラエティーショー、ね、リアリティーショーだったり、格闘技とか麻雀、将棋みたいなニッチな釣りとかですね、テレビ朝日系のドラマだったりとかニュースとかのコンテンツ、こういったものがですね、メインになっていたわけですけれども、さらにそのウィンチケットみたいなギャンブル配信ですね、それに広告収入でサブスクということで、まだまだ赤字が続いているような状況なんですけれども、ここに来てネットフリックスの提携ということで、国内マーケットを考えるとですね、ネットフリックスとアベマ TV は競合する関係にあるわけですね。人々の動画での時間シェアを奪うという形で言うと、特にドラマの配信の部分なんかでは被ってるのかなと思います。で、どちらかというと、リアルタイム配信みたいなところの方が、ライブ配信的なところの方が、アベマ TV は重視していて、もちろん、ネットフリックスっていうのは、ライブ配信はやらないので、そういったところは当然被らない。被ってるところを、逆に、アベマ TV 側がコンテンツプロバイダーとして、ネットフリックスのプラットフォームを使って、グローバル配信をしていくという、今回の提携に相なったわけですね。よく言われてたのが、日本のコンテンツって世界に通用すんの？みたいな話がこれまで上がってたと思うんですね。韓国のね、ドラマコンテンツとかはネットフリックスでね、イテウォンクラスとか愛の不時着とか、そういったの大ヒットしたの皆さん覚えてると思いますけれども、なんで日本のドラマヒットしないんだろうって思われてたかもしれないですけど、日本のドラマ実は意外と地味にヒットしてます。孤独のグルメとかですね、深夜食堂とか、そういった地味なと言われてるコンテンツがですね、意外とグローバルで見られてるということが分かっておりまして、ネットフリックス、実はですね、そういったところにコンテンツをどんどん供給していこうという形で、お笑いのコンテンツもね、ダウンタウンの松本人志さんとか、メインになってるお笑いのチャンネルだったりとか、他にもですね、お笑いのチャンネル、結構コンテンツが増えてるってことは、お笑いのコンテンツがそれなりにですね、見られてるってことが評価されてるんだと思います。ということでですね、アベマ TV の若年層向けの恋愛バラエティショー、こういったところがですね、グローバルにそれなりにフィットするんじゃないかというふうに、ネットフリックス側も考えたということなんだと思います。そして、まあ、サイバーエージェントグループ、あまりですね、海外展開うまくいってなかったし、日本のテレビ局もなかなか海外展開うまくいってなかったんですけれども、そういったところをですね、コンテンツプロバイダーという形で、国際プラットフォームを使って世界に日本のコンテンツを、レベルの高いコンテンツを届けていくという、今回のチャレンジは結構うまくいくんじゃないかなというふうに思ってます。これを足掛かりにして、サイバーエージェントは世界進出をしたいというふうに考えておりますけれども、国内で多少被るにせよですね、アベマ TV 側にとってはですね、プラスしかないのかなと、そういうふうに思った提携でございました。